かいいか太ったラジオネームセトピアさん、学園祭学園の皆さんこんにちは。キッザニアってご存知ですか？小さい子がいろんな職業を楽しみながら体験することができるテーマパークです。職業を体験するたびにキッゾという通貨をもらうことができる。キッゾを使って売店で様々な景品が買えるのですが、1回行ったぐらいじゃ全然キッゾはたまらず、僕が行った時は何も交換せずに帰りました。さてそれから2年ぐらいして、友達が今度キッザニアに行くというので、僕の持っていたキッゾを全て渡してあげました。すごいことすんね。そのことを母親に話すと、なぜかめちゃくちゃ怒られました。大きくなればなんで怒られたのかわかるのかなと思っていたのですが、今となってもなんで怒られたのかいまいち分かっていません。僕が持っていても意味のないキッゾだったじゃないですか。はあ、それはでも、それ経済破壊をもたらしてるからじゃないですか。そうですね。ああ、なるほど。母さん真面目だな。何も買えないからって1円玉を捨てるかっていう話だね。そうだね。だってキッザニアってその経済も含めて職業というのを教える場所だから、社会の模倣だから、少額であれ貯めるということも含めて学ぶための施設なのに、だから一回働いたぐらいじゃ買えないってのもリアルな、そうフェリカと一緒だから。そう。インフレデフレあんのかな。ああ、キッゾの。そのそれはさ、キッゾをその誰かがキッズを持ってるのに何も買えない、食パン1枚も買えないみたいな、次のために100キッズを持ってたら次20億って書いてある。足りないですけどキッザニアそこまで整備されてんの？隣をガラガラガラっていっぱいさせたら入ってる。ジンバブエキッゾこの日本のキッゾはイタリアのキッゾと比べると今だいぶ為替かみたいな、すごい日本キッゾだか日本キッゾ安みたいなやつが起こるから難しい。一回そのなんというか運用してみるのもありだと思う。そのキッズを逆にその友達にあげるんじゃなくて投資だね。そう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 。一回渡して何に景品変えてくるかも含めて任せてみるとかね。そうすると自分がキッザニアに行く経費を節約しながら運用ができるから、そのキッザニアの土地を買って帰ってきた時に確かにそうね。そう。後々聞いてくるよね。開設した当初にはまだなかった職業みたいなのあるわけじゃない。増えてくでしょ。そうだね。キッザニア何できるんだろうね。その職業。キッザニアのウームみたいなやつになるんじゃないの？そこまで YouTube あるんだ。そうだし、でもキッザニアってできたの結構前でしょ。すげえ前だった。俺長らく例えツッコミで使ってるよ。キッザニアみたいになってるけどって。今だったら全然ありそうだね。いや動画撮ってみようとかのセクションはあったはずだから。あるか。つどつどやっぱり足し引きはあんのよ。もともとテレビ局とかあったよね。そう確かあったみたいな感じだよね。今だったら全然テレビ局やるんだったら YouTuber だよな。なんだったらテレビ局キッザニアの居抜きでやってるかもしれない。ああ確かにね、カメラが確かにね、悲しいことだよね。テレビ局の居抜きで YouTuber を名乗っているとしたらキッザニアがそのハローマック状態じゃん。そうだね、居抜きでなんか嫌だ、なんかちょっと明らかに前の建物の形残ってんでしょ。靴流通センターにはなってるけど、そう三角形のやつ、アルペンだあれ。アルペンのやつは犬嫌い。キッザニアテレビ担当だったスタッフがそのままいんのかな。そう。いわゆるそのなんかイマジカスタジオみたいな形での編集しかできなくて、ファイナルカットとか触れないんだよ。もう本当にコッパの仕事やらされてる子供おじさん。大変だ。子供おじさん。キッザニアだからね。おじさん子供どっち？どっちだ。キッザニアのモブやりて。キッザニアのモブできんの？できないのかな。そのまま大人になってしまった人。全然できるじゃん。得意だ僕ら。そのまま大人になってしまった人って何役？超得意。でも出なかったらさ、キッザニアにずっといられるんだよ。ああ、キッザニアに住んでて、キッザニアにいたら戦争が起きて、帰れなくなった。自分の国籍がなくなる。空港なんだ。そうだね。キザハンクス状態なの。キザハンクス。あとキッザニアから出るためには外出のための20万キッゾが必要だから。出なきゃいけないんだ。それがもうまずたまんなくて、細かく焼き鳥とか買っちゃうから。難民のキッザニアなのか灰色のキッザニアなのか、ちょっと分かれてると思う。だいぶ。両方の二軸で今話。話しちゃってキッザニアでチンチロちょっと良くないよ。子供賭博場がある。もっとポップなやつにしようよ。鉛筆振るとかさ。バトエン、バトエン、バトエンとドンジャラでしょ。あ、ドンジャラね。ドンジャラな。あ、キッザニアの地下。地下キッザニア。地下キッザニアで、だからキッズをやり取りするわけよ。ドンジャラで。ドンジャラで。でも違法だよ。かけドンジャラは違法だよ。売人を体験してきた子に、その僕が今回のお引きですからみたいな感じで、僕らおじさんが。ついてんだ。でもそこにキッザ警察が踏み込んでくるでしょ。子供警察だろうな。子供が。で子供裁判所にかけられてさ。で子供鉄砲玉がさ、そのなんかかばって入るんでしょ。入ってくるのか。5年ぐらい自分が全部やりましたっつって。かばってくるのか。で帰ってきたらその子供組はもう解散してんの。わあ悲しい。すでにそのお勤めご苦労様って言ってくれる人はもういなくなってんだよね。龍が如くの一番新しいやつと同じストーリーやつだと思う。そう多分知ってるなって思って聞いてた。全部体験できるのがキッザニア。キッザニアね。楽しいところですよ。世界の全てがあります。以上以下ふつおたでした。ふつおただった。